Hello, folks. It's band leader Eric Third, and welcome to episode 6 of Sword Art and Line Fatal Bullet. So basically, we're just gonna have a nice, easy episode, I hope. Gonna do some talking to some peeps, get some things done and dusted in terms of green icons, and hopefully get them out of the way. Anyways, let's start. やったじゃないか。 優勝おめでとう。キリト、ハスナ、ありがとうなのです。いやいや、この結果は2人の成果だよ。うん、決勝戦の2人のコンビネーション、これまでよりも格段に良くなってたと思うよ。ああ、モニターから見てたけど、本当に息がぴったりだったぜ。お互いに心の底から信頼し合ってなきゃ 到底できないような動きばかりだった。はい、私なんとなく分かったのです。パートナー、お互いを思いやるのは当然。でも優しくするだけじゃダメなんだって。目的のために背中を預ける。時には危険なことを相手に強いてしまうことがあったとしても、協力し合えば乗り越えられるって信じることが絆 なのですね。ああ、そうだと思う。アバシスたちには元々マスターとアバシスの関係ってものがあるけどさ、パートナーとしての絆だってそれと同じくらい2人にとって大事なものじゃないかって思うよ。<笑>マスターとレイちゃんは絆で結ばれた親友同士でもあるってことね。素敵だって。ですが、 マスター、それでもよろしいのでしょうか。ありがとうございます、マスター。これで2人の絆が深まってくれて嬉しい反面、これから今回の大会みたいなのがあるとますます手強くなりそうだな。強敵を作り出しちゃったね。でもそう言いながら、キリト君嬉しそうだよ。 そういうアスナこそ笑ってるじゃないか。<笑>もし次があったとしても、マスターと私の絆が連続優勝を飾っちゃいますよ。あ、見てください、マスター、クラインがいるのです。今日も素敵ですね。その髪型、すごくお似合いですよ。 いらっしゃいませ。ご用件はどうぞ。用件なんて大げさなものじゃねえです。ただ連絡先を教えてくだされば。それで申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。クラインはまた大人なコミュニケーション中なのでしょうか。 言われてみれば確かにそうですね。クラインには分かっているはずなのです。早速質問してみましょう。こんにちは。ん？なんだ、アファシスじゃねえか。マスターがいるから大丈夫なのです。それよりちょっと知りたいことがあるのですが、さっきの大人なコミュニケーションってどの辺が楽しいのですか。どこら辺だ。<笑> そんなの全部に決まってるじゃねえか。俺はな、あの人の釣れない態度の奥にある本当の思いってやつにアタックしてるんだ。昨日は届かなかったかもしれねえ。だが今日は届くかもしれねえ。そうやって重ねていく1秒1秒が喜びなのよ。プレイヤーと AI なんてちっぽけな枠には収まらねえ。本当の関係を求めてるのさ。 俺にとっちゃ、それがアファシスとの理想の関係ってやつなんだ。なんてな。さ、分かったら戻った戻った。俺はあの人から連絡先を教えてもらわなきゃなんねえからな。マスター、クラインはすごいのですね。マスターとの理想の関係なんて
私は考えたこともなかったのです。決めました。私もマスターと理想の関係になりたいのです。考えてみたら、私とマスターは出会ってからずっと同じ感じだったのです。進歩しないなんて学習する AI としてあるまじきことなのです。ここらでてこ私頑張りますので、楽しみにしていてください。マスター、いらっしゃいませ、マスター。ここは総督府ロビーです。何かご用でしょうか？ここは総督府ロビーです。ご用件をどうぞ。ご安心ください。私は完全に正常です。さあ、マスター、ご用件を。私に指示をください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。現在、イベント情報への私が遮断しているんじゃないかですか？黙秘権を行使するのです。ここは総督府ロビーです。ご用件をどうぞ。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。自分で端末を操作するのは反則なのです。失礼しました。ともかく現在ランキングをお見せすることはできません。他にご用件はございますか？申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。理由ですか？それは他には何かございますか？申し訳ございません。ご要望には、違うのですか？はい、慣れないことをするとくたびれるのです。受付をしているアファシスはすごいのです。
クラインがタイプ B との関係を理想と言っていたのです。だからまずあの二人のやり取りを参考にしてみました。マスター、さっきの私たち理想の関係だったでしょうか。そうなのですか。結構上手に真似できたと思ったのですが、タイプ B みたいな話し方もちゃんとしたし、お答えできませんもちゃんと使ったのに、何がいけなかったのでしょう。そうか、わかりました。私はアファシスタイプ X だから、タイプ B と同じじゃダメだったのです。そうとわかれば簡単なのです。もっといろいろなデータを参考にすればいいので。では早速データを集め、次こそ理想の関係ですよ、マスター。マスターじゃない、ご主人様、今日も赤色のいいお天気でございますね。ところで喉は渇いていませんか、ご主人様。いつでもお茶をお入れしますでございます。そうだ、荷物は重くないでございますか。とにかく何でもお申し付けくださいでございます、ご主人様。何をしているのですか。あ、デイジー、テリスカもこんにちはなのです。こんにちは、デイちゃん。マスターをご主人様と呼ぶなんてどうしちゃったの。あなたのマスターから何か妙な命令でも受けたの。そうです、違うのです。これは私がマスターにお願いしてやらせてもらっているのです。あらあら、どんなものにだってメンテナンスは必要なのです。私とマスターの関係だってそうです。世の中にはきちんと関わりを築いて、これがアファシスとの理想の関係だぜって言い切る人もいるのです。私はいつかマスターにもそう言ってほしいのです。だからこうやっていろいろ試しているのです。理想の関係だぜね。まあ誰が言ったのかはだいたい想像がつくけれど。ですが私たちにメンテナンスなど必要ありません。そうね、私もデイジーちゃんに不満はないわよ。ああ、でもマスターへの不満という点では少し。え？お疲れの時には休むことを優先してください。私は数日放っておかれても全く問題ありません。私のことを気にしすぎてマスターが疲れるなどあってはならないことです。ええ、気を…それに私の服はもう十分あります。マスターはご自身の…新しい衣装は嫌いだったかしら。いいえ、とても可愛らしい衣装だと思いましたが、でもそれとこ…そうなんだそっか、気に入ってくれたのね。うん、二人は仲がいいのですねどう？レイちゃんから見て私たちは理想の関係に見えるかしら。よくわからないのです。前に見た理想の関係とは違うようなのですが。ねえレイちゃん、レイちゃんは理想の関係になるために自分が変わろうとしてるわね。でもマスターを変える手もあるんじゃない。もしかしたら手っ取り早くマスターを乗り換える手もあるかもしれないわよ。他のマスターや例えば私とだったら理想の関係になれると思う？
よくわからないのです。でも私はマスターのアファシスなのです。だからマスターに理想と思ってほしいのです。でもレイちゃんは幸せ者ね。そうなのですか。大丈夫、きっともうすぐ答えがわかるわ。だって答えはもうレイちゃんの中にあるんだから。それじゃ私たちは行くわね。レイちゃんもマスターさんも元気でね。お二人ともさようなら。行っちゃいました。マスター、私のやり方は間違っているのでしょうか。わからなくなってきました。 Alright folks, this is post-editing final part. So I have a slight technical issue preventing me from putting up what I do next. But you guys know the drill, as this is going to be the end of the episode. You know it. It is like, it is comment, it is subscribed. You know how it works. Hopefully we won't have any more issues, so hopefully next time you don't miss out too much on what happens. Anyways, that's all from me. I will see you guys in the next video. What's Erity 13, signing out.